全然参考書の解説のね質がねもうめちゃくちゃ上がってるわけですよ。それ使わんってどういうことっていう。こんにちは、マナビズムの今井です。さあ本日も動画やっていきましょう。本日は夏にあるべき英語長文問題集ということでですね、志望校レベル別に、この夏にぜひやってほしいね英語長文の問題集とその勉強する時の意識みたいなことまで話せたらなというふうに思います。ただですね皆さん、今回の動画はですね、ただただ参考書の使い方をこのホワイトボードを使って空中で説明するとかだけじゃなくてですね、この動画の概要欄の、URL に、マナビズムの公式 LINE に飛ぶ URL を貼っ付けてます。そこの URL から飛んでくれたらですね、なんとこの早慶志望とマーチカンカンドール志望の人に使ってほしい参考書の手元で使い方やったりやる時の意識みたいなところを実際にね手元映しながら、説明している動画もプレゼントしますので、必ず動画最後まで見た上でですね、そのそれぞれのね志望校、このカンカン同率マーチ早慶以上を目指してる人っていうのは必ずその LINE でそのやり方動画、手元解説動画っていうのも手に入れて、正しいやり方で勉強を進めるようにしていってください。よろしいでしょうか。で今回はですね、下から2等コマ線3金交流から上に上がっていく形で発表していきたいというふうに思います。はい、もちろんね自分早慶志望やけどまだまだ早慶志望と理想の進捗とは言えないからこっちやった方がいいかなとかも絶対出てくると思うので、全部の志望群でどんな教材を使ってほしいのかっていうのは必ず見ておいていただきたいなというふうに思います。それじゃあ早速2等コマ線3金交流レベルからいきましょう。はい、ということで2コマ3金レベルのね志望する人はぜひこの夏にザ・ルールズの1をやってもらいたいなというふうに思ってます。もちろんね進捗状況的に順調なのであれば2をやってる人も多いと思うんですけど、だいたい3月ぐらいからスタートしてると仮定したら、まあルールズの1やってるのがまあ普通ぐらいかなというふうに思います。もちろんねそれよりも早く勉強を始めててもうザ・ルールズにやれるよ、つまり日東コマ線三金交流レベルの同じようなレベル帯の問題が出てくる問題集やれるよっていう人はぜひやってほしいなというふうに思います。でなんでザ・ルールズ1をおすすめしてるかっていう話なんですけど、僕ねもう数ある英語長文の問題集の中でこのザ・ルールズのシリーズが一番完成度高いと僕は思ってます。やっぱりね今僕の時代、10年前僕大学受験したんですけど、その時代よりももうねもう全然参考書の解説のね質がねもうめちゃくちゃ上がってるわけですよ。羨ましいなっていうふうに思ってます。でもちろんね、例えば他の有名どころで言うとそうやな、ポラリスとか同じ関先生のねポラリスとかこの辺りも有名ですよね。ただ僕はポラリスにはもちろんポラリスのいいところはあるんですけど、やっぱり独学で自分で問題集をやっていくってなった時にやっぱり大事なことって何かって、結局その参考書がみんなが次の英語長文解く時に何を意識したらいいかっていうのを、そういう力を得やすいものになってるかどうかなんですよ。だからその設問の解説しかやってない問題集よりも当然その問題の解説、設問の解説、文章の読み方は当たり前で、みんなが英語長文の時こんなこと意識せなあかんねやでっていうのを抽象化して最初から解説に書いてくれている、それがザ・ルールズの素晴らしきところなんですよ。だから必ずねこのザ・ルールズはやる時に注意点として、僕は毎回毎回もうほんまルールの読み直し、解説の部分だけもう毎回毎回視点固定で読み直してやってほしいぐらい、このザ・ルールズで意識すべきそのルールっていうのがまとめられてるんだけど、そのルールを必ず次の問題解く前に今までやったところ全部読み直して復習するとか、そのルールのあれやで全部読むんちゃうで、ルールのところをかいつまんで読んでいくんやね。かいつまみながら効率よく復習をしていって、どん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 積み重ねていく。で自分が読解の時に何意識してますかって、例えば僕と直接受験相談する時とかに聞かれても、ルールズでこういうこと学んで、こんなこと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 を意識して私僕は英語長文読みます、これをちゃんと言語化して自分の頭の中に叩き込んでおく、でそれを意識して長文演習の時に使っていくっていうのを必ずやってください。 OK でしょうか。はい、じゃあ続いてマーチカンカン同率志望っていう風なところなんですけど、まず結論からいきましょう。使ってほしい教材はこちらです。はい、ということでですね、マーチカンカン同率難関次第志望の人にはどちらかもしくは両方やる、特訓リーディングもしくはこのザ・ルールズの3をやってほしいなという風に思います。でもうザ・ルールズの素晴らしさはもうさっき言いました。なんでまだ見てない、飛ばした人見といて。で特訓リーディングもザ・ルールズと一緒なんですよ。
なんでこれを進めるかっていうのは、基本的にマナビズム、これは僕が例えば参考書ルートを考えるとか、いろんなね英語科の人、現代文化の人、いろんな人とお話しするときに、やっぱりマナビズムの思想、参考書選びの基準としては、結局みんながその具体的なある一つの問題の解説を読んで満足するだけじゃなくて、次自分が初見の問題解くときにどうするかが明確にされている、これが大前提なんですよ。だって僕も映像授業出向してますけど、映像授業を取るときに、今回のこの問題はこの文章の第何段落のここにこう書いてあるからこれが正解やんな、第何段落の何行目にこれが書いてあるからこの選択肢は×になるやん、 OK みんな理解したみたいな解説を例えば映像授業でしても、生徒の成績なんて上がんないのよ。なんでかわかる？当然にして、なんでそこに根拠があるのかの結果じゃなくて、大事なのはこの過程やんか。現代文、英語長文とか古文なんでもいいよ、数学でもなんでもいい、なんでその解き方になったのか、なんでその読み方になったのか、それが解説されてない限り真に理解した状態には絶対にならないわけよ。でそれを僕の時代とかやったら、例えばね、有名どころでやっておきたい英語長文とかのやつって、確かに問題のそのテーマとかはすごくいいものがやられてるし、やっておきたい500とかようやく載ってるし、めっちゃいい参考書やと当時は思ってたけど、やっぱりその僕が言ってる次初見の問題解くときに意識せなあかんことっていうのは、言語化されていなくて、それを自分で考えて自分のものにしていかないといけなかったんよね。そういう時代でした。だから今のこのご時世ね、ルールズとか特訓リーディングでちゃんと文章の読み方とか、全文の文構造の解説、回答が書かれている教材があるのに、それ使わんてどういうことっていう。もちろんね、自分で考える力を養うっていうのはすごく大事だから、僕も生徒によってはこれを支持しないことは全然あります。だから 100% もう全員絶対にこれじゃないとあかん、そんなことは言いません。ただ特にこだわりがなかったり、これ分かりやすいなっていうふうに思うものがあるんだったら、もう悪いことは言わんから、どっちかやっといて。で難易度として、マーチカンカン同率志望の人がやるべきことって、結局三金交流2コマ線以上の難易度、それを含んだ、それよりもちょっと発展的やったり難関次第レベルの問題が含まれてるものを、しっかり1週間に5台なり1日1台なりしっかり進めていってほしいわけですよ。 OK ですか？でそれをやるから、それをしっかりと演習積むから、8月末ぐらいにね、自分の志望校の過去問やってほしいんですけど、この夏休み中ぐらいにやってほしいんですけど、その時にあ、こういう風に文章解いていったらいいんやとか、まだまだ合格点には及ばないものの、あ、絶対今までで一番英語長文今自分はできるようになってるっていう風に絶対思えるから、必ず過去問をやることを想定すると、やっぱりこの難易度ぐらいには手出しておきたいので、難易度の設定としては別にこの2冊以外に同じ難易度で自分がこれ使いたいっていうのがあるんだったら、それでもいいよ、それでもいいねんけど、マーチカンカン同率志望の人はまさにマーチカンカン同率レベルの問題演習をたくさん詰める教材をぜひ使っていただきたいなというふうに思います。はい、じゃあラスト総計志望いきましょう。はい、総計に関してはもうさっき結論言いますね、使ってほしい教材はこれです。はい、ということでですね、総計志望の人にやってほしいのはザ・ルールズのレベル4もしくは時先生の難関大英語長文の実況中継でございます。はい、あんまり紹介してること少ないかなというふうに思うんですけど、まあまずルールズはもういいっすよね、もう1,3,4って来てるんで、まあ理由は一緒ですよ、初見問題で解く時の解説が詳しく書いてあるということと、何より総計レベルの演習をあんな分かりやすい解説ありきで進めていけるなんてこんないいことないですから。で問題こっちです。トキ先生の難関の英語長文の実況中継なんですけど、イメージとしては問題の解き方とか、テーマとかっていうのをしっかりと理解していくものだと思っておいてください。で、あのザ・ルールズの4終わって書いてあるけど、アンドでもいいです。はい、あのつまりもうこれすでに終わってるよっていう風な人はこれ言ってほしいし、プラスでやる人は別に同時進行でもいいんですよ。メインとしてめっちゃがっつり演習するのと、ちょっとインプット多めのものと、基本的にザ・ルールズの4がルールズシリーズ1冊目はありえないです。 2,3,4 って基本階段で上がってきてるから、当然階段で上がるその道道中でいろんなルールに出会ってます。だから文章の読み方とか問題の解き方、いろんなものはインプットしてるんですよ。そういう意味でプラスアルファのインプットちょっとやりつつ、ルールズで質の高い演習を確保しながら、時先生の実況中継を読んで、あ、こういう風に文章って読んでいかないといけないんやとかっていうのを頭に入れていくっていう風な、まあ、合わせ技になるんじゃないかなというふうに思います。で結局難関レベルのね、こういう最難関レベルの英語長文がなんで難しいかって、
なんか訳せるけど何言ってるか分からへんみたいな抽象度の高い文章が結局多いわけですよ。だからそれを読むためにどんなことを意識せなあかんか、どんなことを知っとかないといけないのか、そういうことを学べるのが徳先生の実況中継です。もうめちゃくちゃ分かりやすい、マジでビビる。はい、もう稚拙な言い方で申し訳ないけど使わん理由ないです。なんで絶対に早慶志望の人はぜひ使っていただきたいなというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、ということで、今回ね動画ここまでにしたいんですけど、冒頭でお伝えした通りマーチカンカン同率早慶志望の人たちに使ってほしい教材とかを手元映しながら、説明する手元動画を公式 LINE で配布するので必ずそれ手に入れてください。ザ・ルールズシリーズと時先生の実況中継を今回手元で、出しながら説明していこうというふうに思っておりますので、必ずそれも見てですね正しい勉強法でやっていくようにしてください。以上です。それでは今回の動画ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書この単語帳が最適ですよっていうふうにおすすめする英単語帳診断であったり、早慶マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな ebook 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。